相手になる人いないんで、一番インパクトがあるこのホストのさ、それやりたいかもね。つぶれてる鼻ちょっと潰してやる、ナスみたいにしてやる。体重で全然違うけど、俺は全然いい。それくらいの覚悟あんみたいな。あ、全然いい。だって、弱いじゃん。お前、細川さん舐めんな、これ。お前、バカにしてんの、お前誰な、お前が誰やねん。お前誰ですか？その時はお前こんなキャップかぶってます。お前誰やねんマジで。目濃いよ。どけこれ。おいどけこれ。おいこれだよ。おっさん舐めのだこれ。おいおいおっさん舐めんだこれ。おいお前おっさん舐めのだこれ。おいおいお前おっさん舐めんだこれ。おいそう舐めんなよ。みくるさん、練習してこいよ。みくるさん、この流れじゃないですけど、僕もああ佐々木くんと佐々木くんでやりたいんですよ。佐々木くんもオッケーでしょ。別に変な煽りとかじゃなくて、佐々木くんオッケーでしょ。まあオッケーです。じゃあなんかこの流れで申し訳ないんですよ。ちょっと別に僕はい、自分の中で、はい、なんか、まあ、目指してたじゃないですけど、まあ、喧嘩自慢見てるのが一番なんか相性あるなと思って、はい、もうちゃんと実績も残してきたんで、はい、お願いします。どうぞ、はい、一番絶対この大会で盛り上げます。ありがとうございます。はい。